深田観王のノーノーカンチャンネル。新曲のワカサギを書き終わってね、ワカサギ2のその新曲にこう入ってる。釣り人の気持ちに今もう役作りとして入っているという。もう役作り、もう熱くなってきた。これね、カメ、今日はあの沖縄ね、あのテーマにお話しする、だから歌い出てくる。伏線がもうここにあるという地球最古の鳥の化石、もう鶴の祖先、カメは万年鶴ですよね、沖縄です。ということで今日は沖縄についてお話をお願いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。私も残すところ1ヶ月というところで、あ、まあそうかだけどなんか季節感がもう11月でございます今回は、はい、こちら名古屋能楽堂で毎年やっております正月特別公演についてお話をお伺いしたいと思います。はい、わかりました。演目が沖縄ブス、はい、羽衣となってるんですけれども、はい、3つともお正月にやる演目ですというか、いやいやいや、お正月にやる演目ってわけじゃない、うん、沖縄でもね、別にあの正月にやると決まってるわけじゃないんだよ。元々あの1日の公演の一番最初に沖縄をやってから、うん、おのを始める、まあ、江戸時代の恒例といいますかね。近年は1年の初めに沖縄を演じて1年の公演の始まりといいますかね。それで毎年正月特別公演に沖縄をやられているということですね、はいはいはい、じゃあその沖縄についてなんですけれども、はい、他の能と違って特別なというか能にして能にあらずってなんかよく書いてあるなと思ったんですけど、はいはい、能にして能にあらずってね、あのいわゆるその沖縄っていうのは四季三番って言ってたのね、昔ね。沖縄と仙台とそれから三番荘と、うんうんうん、3人が三様に祈るわけです。祈るんですね。だから祈ることは天下太平、五穀豊穣、何かそういう能のお話があるというよりは、そう、物語がね、ないんですよね。最初に歌うのはやっぱりシテが歌い出すんだけど、例えば歌ってみようか。とたらりたらりらたらりあがりららりと当たらりってこう何言ってるか分からん。全然分からん。私もよく分かってないっていうか、笑ったらいかんのだけどもいやいや、いろんな説があってね、はい、滝の落ちる様子、雨を祈る意味もあって、素顔で登場していって、そして神様に深々とお辞儀をして、そして始まるわけ。で始まるとその最初、まあ「とうとうたらり」って歌って、うんうん、それから沖縄の面を舞台の上でつけるわけ。へー。で沖縄になって祈りをあげるわけね。だから神社で言うと、祝詞をあげるような感じでね歌うんだけども、その文章がね、およそ千年の鶴は漫才楽と歌うたり、また万代の池の亀は高に三曲を備えたりと歌ってるすごい、うん、だから千年の鶴、ね、万年の亀っていうことを、まあ、長生き、それから変わりがないとか幸せとかいう、うん、万物のものが変わりなく尽きなく
いてくださいっていうこと、その中で天が太平であり五穀豊穣でありますようにって言って祈ってるわけ。能楽師はにとっては非常に神聖なものなんですよね、だからこうちょっと茶会からいかんね精進決裁をしてね身を清めて神に祈るんだけど、神のお使いみたいかなな感じですよね。精進決裁するっていうのはこれね、1週間とか14日とか、ずいぶん前からこもって神に近づくために精進決裁を何日も何日も重ねて、そして勤めるわけ。身を清めやるのお客様にとってもね、沖縄をまあ拝見してですね、一年の初めっていうかね、そういう清らかな気持ちになっていただけたらね、嬉しいなと思うんですね。だから演じる側としての私が側としては、自分にもいろんなことを戒めながら、それを演じられるような気持ちにまず持っていって、そして演じています。これでも羽衣を出しては久田光子先生です。はい、はい、これは東海ゆかりの曲っていうことで、お正月にこの能羽衣選んでるわけね、でこれは三代の松原に天人が降りてきた、でその天人の衣、衣を松にかけているわけだから、水浴でもしてたかな、その土地の漁師がその衣が美しい、あまりの美しいっていうのを持って帰ろうとするところ、私のです、返してください、で吸ったもんだって月給会の舞を見せてくれるんだったら返しましょう、ただ返したら舞回わないで行っちゃうんじゃないのって、帰っちゃうんじゃないのって疑ったりするところに、この主題があって、人間はそうやって疑うけど、天上界、月の世界、月の世界にはそういう疑うということはないんですよって言われてさ、で恥じっちゃってごめんなさいって返すわけよ。でそれを着てちゃんと迷って帰っててくれたわけ。空中を飛んで舞うの、飛んで舞うって名古屋弁じゃないの飛んで舞う飛びながら舞うんですか。飛びながら舞う、はい、光子先生は飛ばない飛ばない宙吊りじゃないですか宙吊り、宙吊りやるといいね能も宙吊りね、なんかいいヒント言いますねまさか今のが4月の3日名古屋能楽堂で正月特別公演が行われます。お正月楽しみにしていてください。はい、お待ちしております。来てください